北島先生、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。今回質問が結構来ています。はい、はい、まず最初、プロテインを筋トレ30分後に取った方がいいというのは本当ですか、うん、という質問ですね。はい、これはですね、最近なんかゴールデンタイムはそうじゃない方がいいみたいなことを言ってる人も結構いるんですけども、実質問題、例えばワークアウトの直前にタンパク質ってなかなか取れないので、まあ1時間とか人によって1時間半前に食事を終わらせてて、ワークアウト1時間ぐらいやったとしたら、2時間半ぐらいタンパク質取ってないですよね。ですからタンパク質をもう取らなきゃいけない時間になってるっていうのが一番の理由で、必ず直後に取った方がいいのは間違いないです。これがゴールデンタイムというよりは、どちらかというともうタンパク質を取る時間になっているわけですね。で、運動を2時間半から3時間ぐらい食べてないし、さらに運動もしてるから、もうタンパク質を早く取らないとカタボリックって筋肉が分解されてくる時間、状態になってしまうので、なるべく早くタンパク質を取るということですね。ありがとうございます。はい、続いての質問です。筋トレ前におすすめの炭水化物を教えてください。はい、これは取る時間帯によりますね。まあ、例えば結構ワークアウト直前に、取りたくなる時もあるんですよ。もうずっとお腹が空いてて、まあ、血糖値下がってきちゃって、パワーが出ないからワークアウト前に食べるっていうんであれば、パンとかお餅みたいにもう砕いた状態で胃に負担がかかんないもので、さらに繊維とかもあんまり入ってないようなライ麦とかじゃない普通のパンとかお餅とかみたいな方が消化にいいので、まあ、エネルギー、あとはデキストリンパウダーみたいなとかですね、果物とかそういうあんまり負担がかかんないものがいいと思います。で、その他の時間帯はまあいろいろグリセミック指数とか細かいこともあるんですけど、食べやすいものでやっぱりバルクアップって言って体を大きくしたいんだったら、自分に合った食べやすいものっていうのが結構大事ですね。これ人によって食べ物って合う合わないがあるので、例えば必ずオートミールとか玄米とかそういうのがいいって言ってても、それが、消化しづらくて合わない人もいたりとか、白米の方が体に合ってる人もいるので、その必ずこれじゃなきゃダメっていうわけではなくて、体に食べて調子が悪くならない炭水化物、まあ中にはね、グルテンフリーじゃなきゃダメで小麦粉がダメな人もいるので、そのグルテンアレルギーの人はお米系にした方が良かったりとかってするんですよね。まあ、白米が良かったりとかするので、まあそれは決まったものではなくて、その人に合ってるかどうかっていうのと、あとはそのワークアウトとかのどのくらい前に取るかによって変わってきますね。はい、ありがとうございます。はい、次の質問です。ケトジェニックダイエットはどんな人におすすめですか。はい、これはですね、ずっと長い期間ずっとダイエット失敗を続けたい人とか、あとは特に女性におすすめですね。ケトジェニックダイエットっていうのはまず必須栄養素っていうのを全部取ってるんですよね。それに対して低脂肪ダイエットっていうのは油を抜くので必須脂肪酸っていう、必須栄養素を抜いてしまうわけです。ですから3ヶ月とか短期間にやる分にはいいんですけども、長期にわたってやる場合にはですね、枯渇してしまう必須栄養素があるので、ちょっと特化したら体に不調が出たりします。ですからケトジェニックダイエットはずっと続けたい人に向いている。あとは多くの女性には推奨したいのは、肌にもいいですし、あとはですね、ホルモンレベルがあんまり低下しないので胸とかお尻とかがこの張りがあるまま残ったりとかするんですね。それに対して低脂肪ダイエットっていうのはバッと一気に仕上げてバキバキにしたいコンテスト、ボディービルダーとかフィットネスの選手には向いています。なぜならその足りない栄養素があるんですけども、もう強制的に絞っていくような感じで、健康を度外視したレベルまで脂肪を落とせるっていうのはやっぱり低脂肪ダイエットじゃないとできないですね。あとは、まあ、体重の重い、格闘家のヘビー級とかラガーマンとかそういった人たちはですね、ケトだとちょっとエネルギーを取るのがすごい効率が悪いから大量に肉を食べないと追いつかないので、さすがにそれがちょっと難しくなってくるので、エネルギーの分は糖質で取って、タンパク質の方は、肉とか魚とかそういうのに取るって分けるような低脂肪ダイエットとかの方が、大型選手にも向いてますね。ありがとうございます。はい。手首が痛くならないバーベルカールの方法はありますか。はい。
バーベルカールっていうのはこうバーベルがまっすぐなので基本的に、力がついてくるとですね、やっぱり手首に負担がかかりやすくなるんですよね。まあ、二頭筋ってどっちかってこうやって下ろした時にちょっと斜めにしてた方が肘に負担がかからないので、こっちの肘の負担を考えて手首をこう曲げたくなるのでイージーバーカールだったりとかダンベルみたいに動く方が、手首の負担が少なくなります。ですから、まあ、上級者は大体イージーバーカールでやる場合が多いんですけども、まあ、最初のうちはですね別にフラットバーでも構わないですし、あとは上級者になっても、パンプアップの種目とかには向いてたりします。ただ、まあ、上級者で力があってもですねちょっと脇をこう開いたりとかしてちょっとあの肘を引いたりとかフォームを工夫すればある程度手首の負担は、防げますけれども、基本フラットバーっていうのはやっぱり手首に対してはバーベルがまっすぐなところを手首が合わせなきゃいけないので負担がくるので、まああんまり力がついてきたらヘビーウェイトは扱わない方が無難ではありますね。スクワットではなくランジをやるメリットはありますか？ランジ、デックダウンでですね、こう片足ずつ前に出して、スクワットっていうのはですね、まず安定していて、力が出しやすいので、まあ、バルクアップっていうこの筋肉を太くするのには向いている種目なんですけども、ラウンジっていうのはそれと真逆で不安定なんですね。片足ずつやっていくので不安定なので、重いものは扱えないので、バルクアップには向いてないですけど、不安定で不確定要素が多いので、筋肉がぐっとこうコントロールしやすくなるんですよね。ですからパンプアップの種目とかには向いてきます。であともう一つ注意したいのはですね、レッグダウンでいって片足ずつ止まって片足ずつ出していくやつはですね膝に結構負担がかかるので、できればウォーキングダウンでいって前に歩いていく方が膝には負担が少ないので、ラウンジを取り入れるんであればできればウォーキングダウンジをおすすめですね。最後の質問です。はい、筋トレをする時間帯によって効果に差はありますか？はい、これはですね、まあ、ホルモンのこのレベルっていうのはですね、この日中によって変わってくるので、まあ、成長ホルモンとかの影響で、日中の活動しやすい時間帯が一番いいと言われているんですけども、まあ、例えば、プロビルダーっていうのは他に仕事してない人なんかは、僕がロサンゼルスにいる時に大体2時ぐらいにみんな来てたんですよね。でそれはまあ朝7時ぐらいに起きた人は活動として一番いい時間のように2時ぐらいがいいだろうということで多分やってると思うんですけど、この活動に一番いい時間帯って大体の人は仕事に使ってると思うんですよね。ですからそこを仕事を辞めてその時間にやりなさいっていうほどシビアな問題ではないと思います。プロビルダーでも夕方から来る人もいっぱいいますし、これはですね、筋肉が何でつくかって考えたときに、その環境に対して生き残るために体が変わっていくので、しっかりとしたワークアウトで、この筋肉がなければ生き残れないっていう環境を与える方が大事であって、その時間帯は本当に誤差でしかないので、そこまで気にする必要はないと思います。生活リズムとして合わせやすいところに持っていくのが一番いいと思いますね。質問としては以上になります。はい、丁寧にご説明していただきありがとうございます。はい、本日もありがとうございます。